ありがとうございます。お願いします。お願いします。お願いします。どうもお願いします。看板になってます。あ、今日はあれじゃん。ねるちゃん仕様じゃん。嬉しい。まあまあ今日はお願いします。やったー。素敵な。稲垣愛さん、はい、四日市メリノール学院中学女子バスケ部顧問、うんうんね、すごかったですね、諦めたもん。今諦めた。一番やっちゃいけないミスだよ。足らないんだって。一番大事なものが運動能力じゃないよ、そんなの。確かに本当こういう方に、うん、とか恩師とかに巡り合うのも運とかご縁だから羨ましいなと思いました、うんうん、叱ってくれる人とかいる？たくさん。あ、いいじゃんいいじゃん。いますね。で、なんかもう分かってるって思っちゃって、はいはいとか言ってて、ではいはいじゃなくてって、うん、もっとちゃんと分かってるって言われるんですけど、うん、いや、はいじゃなくてみたいな、そのいや、でもはいしか言えないよって思って。うん、そうなんだよね。そういうのもあるよね。でもなんか、なかなかそういうの教えてくれたり怒られることもないなって。うん、直樹さんとかすごいキャリアもあられる中で、こう、うん、怒られたりとかってあるんですか？とか、そこを直した方がいいよって。あのね、いや、言われることもあるし、うん、でもやっぱり圧倒的に減っていくし、30とかやっぱ超えてくると圧倒的に減ってくる。だから怒ってくれる人はもうめっちゃ大切、うんうん、絶対大切だし、その人はあの、うん、すごい信用してる、ね、うん、うん、結構青木さんはいいところを見つけるの上手そうですけど、どんな人に対しても。そう見られてるならそのままでいきましょう。ね、そう見えてました。そう見えた、本当それ嬉しい、うん、そう見えたとてそれを本人に伝えるっていうのはまた次の工程じゃない。確かに、うん、言い方とかもね、うん、テクニックとかいるから、やっぱりこれはすごいことだなと思う、うん、なかなかできないですよ。いや、なんか私は逆にこういうところ素敵ですねは逆に言えるんですけど、うん、悪いところを言えない。あんま言わん方がいいよ。あ、いやいや、気づいてても、うん、あ、例えばこれは悪いところじゃないかもしれないんですけど、あ、ちょっとこう気づかせてあげることで、この間は道を間違ってるのを気づいてて、歩いててお仕事とお仕事の間とかで、うん、で車を止めた場所をその方が分からなくなっていて、うん、私はあ、こう言ってあっちに止めたのにと思いながら、うん、言っていいのか分かんなくてずっとついて行ってたんですよ、うん、でその方はどんどん道に迷っちゃって、うん、でしばらくしてから多分あっちかもしれないですって言って、うん、そっちに歩いて行ったらあって、だって絶対そうだもんね。でもっと早くから言えばよかったって、なんかそういう、もう見てる人みんな思ってるよ。早言えやって。なんか言えないんですよね。嫌な気持ちするかも。いや、ない。だってさ、だって間違った道歩いてて言うてあげないといけないんですよ。そうなんですよね。はい、奥渋魚力若尾神の鈴木薫さん。うんうん。東京渋谷で長く愛される絶品の魚料理、食べる時はみんな同じ、あとで3人くらいしてきた、これを聞いたから鈴木薫のセブンルール